ハロウさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペ不正利用時は保証。ファミリーマートがキャッシュレスで2%オフ。セブンペイ加盟店に交換度1万円ということで、今回はキャッシュレスに関するニュースが3つほどありましたので、僕の方でそちらをお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目のニュースは、メルペイ不正利用時は保証ありということですね。まあ、これまでメルペイは使ってるユーザーの方の不正利用の被害があった時は、まあ、必要に応じて保証していたということだったんですが、その基準を明確にしていなかったみたいなんですよね。まあ、なので今回からは利用規約が新たに更新されたということです。不正利用の被害にあった場合は、利用規約にも記載があったんですけども、まずメルペイに報告をして、そこで警察への申告、そして被害額の保証を請求できるという いうことになりますそして不正利用にかかる損害額を限度に保証するということでしたまあ、なのでここまで明確にしてくれると安心してメルペイが使えてメルペイに対する信用が上がりますね ちなみに他のペイだとこんな感じですね。まず LINE ペイの場合は不正利用時の被害額を保証。被害に遭ってから30日以内に申し立てるということですね。次2番目、リーバライですね。あの、現時点では利用規約の中でいかなる場合でもお客様にお支払いいただけますと明記されていて、7月の決算会見にて不正利用ログインの危険が指摘される中で、現在は保証については検討中ということでした。 そして3つ目の PayPay は、利用規約に明記はされてないんですけども、クレジットカードの不正利用については全額保証。そして、不正利用があった時はケースバイケースということですね。まあ、スマホ決済の会社によっては、保証というのがバラバラなので、まあ、利用規約に明記されていると、やっぱり安心につながりますよね。なので、今回の PayPay に関しては嬉しいニュースですね。次に2つ目のニュースは、ファミリーマートについてです。 今回はこのファミリーマートが経済産業省が実施するキャッシュレス消費者還元事業に参加してファミリーマートの店頭でキャッシュレス決済を行った消費者を対象に2%の還元を実施しますということですね。まあ通常でしたら消費者はキャッシュレスの決済をしたら2%から5%の還元が受けれるということでした。まあこのファミリーマートの場合は 店頭にクレジットカード、電子マネー、スマホ決済などのキャッシュレスで支払った場合に合計金額が2%の還元を実施するんですけども還元というより画像にも出ている通り合計金額より2%分が決済してすぐに値引きされるということになりますなのでレシートにもキャッシュレス還元という表記がされるのは結構いいです,いいですよね ま、これならいかにキャッシュレスの方がいいというのが目に見えるので、僕としたら嬉しいですね。最後3つ目のニュースなんですけども、まさかのセブンペイなんですが、セブンペイ問題、加盟店に1万円クオカード配布ということで、 あの、今回のセブンペイの騒動で全国のセブンイレブン加盟店に1万円相当のクオカードを配布するということでした。いや、まあ、突っ込みたいところはたくさんありますね。あの、現金ではなくてまさかのクオカードの1万円。そして、店舗数が2万1005店舗ほどあるんですけども、それかける1万円をしたら2億1千万なので、このお金どこから引っ張ってくるんかなとか、あとは不正利用にあった方への保証が先なんじゃないかなっていう感じで、まあ、もろもろと意見はあると思います。 いいまますすがももううこここにに関しししててははっかりりとと円滑に進めほろではありますねそんなこんなで今回はメルペイ不正利用時は保証ありそしてファミリーマートがキャッシュレスで2%オフセブンペイ加盟店にクオ・カード1万円ということでこの3つのニュースについてお伝えさせていただきました一応下の概要欄にそれぞれ参照したリンクも貼っておきますので詳細が気になる方はぜひですねチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました